マリアナツカツクリは、キジモク、ツカツクリカツカツクリ族に分類される鳥類。アメリカ合衆国固有アシュパラオ固有アシュ全長38センチメートル。翼長十15.5から19センチメートル。全身は黒や、海国色。喉は灰色。腰からお歯にかけて、アンカッシュ色の羽毛で覆われる。翼は、緑褐色。顔から喉にかけて羽毛がなく、赤い皮膚が露出する。 交際は赤い。後の爪は長く、直線的で、色彩は黒い。くちばしや、甲子の色彩は黄色。幼鳥は、上面が、褐色の羽毛で覆われ、黒い反紋が入る。交際や、くちばし、甲子の色彩は褐色。頭頂から、後首にかけて、アンハ灰色の羽毛で覆われる。くちばしに黒い反紋が入る。甲子外側が赤みを帯びない。災害野種。 頭頂から、後首にかけて、泡葉色の羽毛で覆われる。くちばしに黒い斑紋が入らない。格子外側が赤みを帯びる。森林などに生息する。植生は雑食で、昆虫、甲殻類、種子などを食べる。格子で落ち葉などをかき分けて、採食を行う。繁殖形態は卵生。複数のペアが口述する。同じ塚に卵を産むこともある。 落ち葉や砂を積み上げた直径400から8 0 0トル、高さ120から1 8 0トルに達する塚状の巣を作り、4から5月に卵を産む。複数のペアが地熱や太陽熱によって卵を孵化させる。生息地では卵が食用とされることもある。食用の乱獲、飼料、人為的に移入された南洋頭による捕食。 繁殖地への人間の侵入などにより生息数は減少している。アメリカ合衆国では生計を立てるための採集を除いて法的に保護の対象とされている。しかし、卵が密漁されることもある。ありがとうございます。